六島諸島は日本海に浮かぶ諸島。全域が山口県萩市に属する。北長門海岸国定公園に指定されている。萩六島とも書かれる。山口県萩市の北に浮かぶ諸島であり、名前の通り6つの島から構成される。諸島のうち2018年時点で有人島なのは大島、愛島、筆島の3島であり、残る小島、菱島。 羽島は、無人島である。かつては、小島や菱島、羽島も有人島であったが、昭和40年代に、相次いで、無人島化している。島々は、玄武岩で構成されており、会食がけが発達している。2018年9月に日本ジオパークのうち、萩ジオパークに指定された。江戸時代には、長州藩、浜崎裁判に属しており、この時期は一島一村であった。 1889年に町村制が施行されたことにより、諸島全域を存域とする六島村が発足した。1955年に六島村が萩市に編入され、諸島全域が萩市所属となった。1965年に貴島の最後の住人が離島し無人島化。1971年に羽島の住人44人が離島し無人島化。 翌1972年には、小島の住人26人が離島し無人島化している。旗箱、夏みかん栽培が盛ん。大島では、敷網や巻網を用いた漁業も営まれている。六島諸島に属する島々は、下記の六島。有人島である大島と愛島については、萩海運により、萩港との間に定期船が就航している。 残る、有人島の筆島及び三つの無人島については、定期航路は存在しない。ありがとうございます。